新型コロナウイルスに感染して肺炎を発症し29日に亡くなった志村けんさん、享年70の訃報を受け、3日深夜のフジテレビ系バラエティ番組志村でナイト新1時55分では、冒頭に視聴者の皆様へと題して、たくさん笑って志村けんを偲んでいただけますと幸いですとのテロップが流れた。伊沢オフィス志村でナイト制作スタッフ一同によるテロップでは、志村けんは令和2年3月29日昼後11時10分、新型コロナウイルスによる肺炎のため満70歳で亡くなりました。闘病中、皆様から数多くの応援や励ましの言葉を頂戴しており、大変感謝しております。たくさん笑って志村けんを偲んでいただけますと幸いですと呼びかけた。その後、志村さんと千鳥、大悟の子、伊藤放映。SNS 上では、笑いながらも涙が出る、大悟と楽しそうにコントしてる、まだ信じられないなどといったコメントが相次いで寄せられた。番組の最後にも、志村さん楽しい笑いをありがとうございました。安らかにお休みくださいとのテロップが流れた。4月1日には、同局で、志村けんさん追悼特別番組46年間笑いをありがとう、5-7-9-00を放送。司会は、同局の三宅雅治アナ、西山義久めぐみアナが務め、ゲストに、加藤茶、中本浩二、高木ブー、研ナオコ、石野陽子といった、志村さんと親交の深いタレントが出演する。番組内容は、志村けんさんのドリフターズからバカ殿様、大丈夫だまで、永久不滅の名作コントを一挙放送。変なおじさん、ひとみばあさん、いいよなおじさんなど数々の名物キャラも登場。志村さんとゆかりのあるゲストと共に振り返ります、となっている。